日はたくさんの応援を福岡から、してくださって本当に力になりましたし、亀くんと、亀くんはアシストで僕は得点という形で、まだまだ、これからどんどん結果を残していかなきゃいけないんですけど、一つ、結果を残したことは本当に良かったと思います。代表でもこのチームでもしっかり、亀くんとのコンビネーションをもっともっと質の高いものにできるようにしっかりと、またここで、いいコンビネーションを続けていきたいと思ってるんで、それを見ていてほしいです。たくさんの人から、おめでとうっていう連絡が来てたんですごい嬉しかったですし、また頑張ろうっていう気持ちになったんで、ここからまた満足せずに気を引き締めて、ここからがスタートだと思うんで、またゼロからのスタートだと思ってしっかりやっていきたいと思ってます。